相川は、岐阜県不和郡関ヶ原町と、道郡樽井町、大垣市、養老郡養老町を流れる木曽川水系の河川。ク瀬川に合流する一級河川である、岐阜県不和郡関ヶ原町北部の伊吹山南麓の、明神の森付近が水源。樽井町に入り、岩手川を合流した後、 タルイ町の中心部を流れる。この辺りは、旧中仙道タルイ塾で、宿場の外れで、中仙道が相川を渡っている。その後、梅谷川を合流、大垣市と養老町の境で、泥川、大谷川を合流し、養老町祖父江でクイ川に合流する。右岸の桜並木相川水辺公園で、毎年3月下旬5月上旬にかけて、 約350匹の鯉のぼりが遊泳する。このイベントは子供が成長し家庭で眠っている鯉のぼりを樽井町が募集し全国から寄付を受けたことにより1987年から始まった。鯉のぼりの最前列には町内の小学校を卒業する小学生が将来の夢などを寄せ書きした吹き流しが遊泳する。風雨などで破損し修復できないものもあり。 年々数を減らしている。そのため、2017年により、受け身の寄付だけでなく、働きかけを行い16銀行や未来工業、大垣製の信用金庫などの企業や、個人の有志による手作りの恋のぼりの寄付を受けた。また、この公園の両岸の堤防には、ソメイヨシノが約200本植わっており、さらに上流側には、イブ山が見えるため、その年の気温によっては、 恋のぼり、桜、残雪を同時に見ることができる珍しいスポットでもある。毎年4月上旬、この付近の桜が満開になる頃に行われる。ありがとうございます。